休日は温泉旅行に行ったり、家でアイミョンさんのライブを見たりしています。ひなと,と呼ばれています。大学三年生の就活をしていた時期に父親から勧められて目指しました。 とても緊張していますが、デビューまでに練習をこなして、無事故完走できるように頑張りたいと思います。壁南と足屋の現地訓練です。技術はまだまだ未熟ですが、最後まで諦めずに走る姿を見ていただきたいです。 11月22日から多摩川でデビューさせていただきます。精一杯頑張りますので、ぜひ見ててください。